けっていうのは何かの情報があって動けるっていうことだから、情報を集めない限りは動けないってことだよね。まあね、もちろんね、あの商売を全然連絡が来るのもあって進歩しますけどね、それは商売の人たちのためにじゃなくて、その方の受け入れることが必ずしもそれに大変なことで出るのか、どういうわけでもないですよ。もちろんもちろん、ね、だってそれ消防署の防災無線でしょ。そうそうそう、あの行政入るのも消防署の防災無線からしか入らないから、はい、細かい情報源持ってないわけですよ。それでまあ大した被害なかったからね、割と待機って分断外の待機になったんですよ、うん、だから行動は待機だけで済んだよ。いやそうじゃないです。それであの防災組織 の避難場所ね、うん、避難場所の必要が足りないって言って徹夜でみんな応援に行ったんですよ。避難場所に行った時間ってすごい何時夜のね、あの日は早かったですよ、もう6時とか5時半とかで。ああ、その時間に行けたんだ、うん、その頃ね、自宅待機になったんですよ。ああ、そうなんだ。実際、小網町のビルでね、あの漏水騒ぎがあって、地震であのタンクが倒れちゃって。それは、その防災無線で誰が持ってるの？まず群馬県。それからどうやって来るの？現在の。それが問題。そこだよ、そこだよ。そうだよ。震災の時は震災でも大変だったでしょ？あのね、あのあそこには飲小学校ってのがあって、はい、そこがここら辺の防災拠点なんですけど、消防団はね、住めなくてよかったらしいんですけど、消防団が、あのうち僕らが朝まで朝まで住めてたんです。朝まで住めたんだ。やっぱなんか愛機会っていうかね、帰宅困難者の人がね、結構いてね。でしょ、地元の人よりももちろん地元の人はね、あの中洲にマンション多いんですけど、うんうん、その上の階の十何階とかいう人がね、揺れてなんか狙うらしくて、ね、そういう人が避難してきましたね。あ、そう、はい、なるほどね。いやだけどああいう、まあ、まあ被害はあったんですけれど、そんな大きいもんじゃなかったから、やっぱりあれを生かしたいですよね。あれだって震源東京じゃないですからね。そうですよ、東京関東大震災みたいなのが来たら、もっとあれこの間のところじゃないですもん。帰れないですよ、はっきり。そうするとあの消防署だけじゃ手が回らないので、あのうちの分団なんかは今あの定員の半分ぐらいしか人いない、んですけど、うんうん、もうどんどん新しい人に入っていただこうと思って対応してますけど。毎週夜2回、日曜日1回。この時期だけです。あ、この時期だけ。はい、6月のね、今年だと6月の12日に大体上旬とかにあるの、うん、あの試合があるので、はい、あのその間ね、4月5月なんかはあのうちの分団だとあの平日の夜2回と日曜日の朝とやるんですけども、ね、今年はなんかほら震災のあれもあったのかなんか。そうですね、訓練はね4月からっていうお達しが出てたみたいで、うん、あのこういうのだけじゃなくて、あの応急救護とかね、そういうのも、ね、あの身につけますので、うん、あの年寄りとかね、いらっしゃる家庭の人なんかはあの役に立つの で、 あので、ね、一家に一人消防団員っていうスローガン作って反映してる。消防団っていうとあの全然無償だと思ってるんですけど、うん、あの準公務員なんで活動に応じて手当て出るんですよね、うん、あ、そうなんですか、はい、そういうのねアピールしてもお金目当てで、ね、みたいな人は絶対続きませんから。そりゃそうだよね、はい、学生の人なんかはあの履歴書に消防団って書いておくとあのあ、いいよ、絶対いいよ、絶対いいよ。言ってますけど、実際にあの、ね、あのご利益があるかどうかは分かりませんけど、あのスポーツとかそういうのでも、あのこういうなんですか、グループ活動みたいなのやってる人を、協調性みたいな、そういうのを見るみたいなので、うん、納得です、ありがとうございました。